よしよし、怖くない。大丈夫大丈夫。私も寂しかった。なんだ、一緒だね。じゃあね。夏のイベントが近いんだっけ？はい、際どい衣装でカメラマンに撮られまくってきます。めぐみ。はい。そういうコスプレで風邪ひかないようにね。何？形容しがたいです。なので動作で表現して差し上げました。仕事に戻ります。どうもありがとう。ああ、そうだ。お前のこと危険な目に遭わせたのも全部俺の自作自演かもね。そうやってお前を追い詰めてこの部屋に監禁してたんだね。俺が怖い？抵抗しても無駄だよ。ごめんな。何もかも遅かったのかな。それとも俺が我慢しすぎたのかな。お前を泣かせたくないだけなのに、たった一つのその願いすら叶えることができない。俺はどうして。ちょっと待て。死ぬ俺絶対死ぬ。あれ、死んでない？ラウラ、助かったぜ。サンキュー。お前は私の嫁にする。決定事項だ。異論は認めん。でもですよ、それはあまりにありえません。現実的ではありません。論理的ではありません。破綻しています。カタストロフで。落ち着け。わあ、本当に結婚しちゃえば。まずは付き合ってからでしょ。どうなのあんた。好きって言ったらぶっ殺す。夏希が嫌い。嫌いでもぶっ殺す。大好きです。嬉しい。ありがとう。中止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 。やめろ。逮捕されてるのか。鼻血が。それでしょ。嬉しかったの。付き合ってくれって言ってくれたのも、東京に来るって言ってくれたのも、私ほんまはもっと一緒におりたい。こんなんじゃ全然足らん。もう行かなきゃ。見ているわ。でもね。部長、行ってらっしゃいのキスよ。もう何を考えているの。私とのキスなんて今